またまたスマホシリーズ、本日紹介するのはこちら、 Xperia GX SO-04D。 私3兄弟なんですけども、この前一番下の弟がエヴァモデルのスマホを買いましたよね。で、今回は真ん中の弟がですね、こちらのモデル買ったわけです。では開けてみましょう。わざわざね、東京にいる弟が送ってきてくれたんですよ。いやー、いい弟持ったね。じゃじゃん。ではね、ざーっとこれ見ていきましょうか。こちらね、まず特徴的なのはこれですね。わかりますか？若干カーブを描いているやつ。Xperia のアークだったかな。それで結構人気の形だったんですね。持ちやすいと好評でした。で、結構薄いですね。持った感じも、いいんじゃないでしょうか。で、ちょっとボタンの方説明していくと、左上に電源ボタン、そして上にイヤホンジャックで、こう回っていくと、こう電源の配給に、ここで、音量のプラスマイナスで、下の方を見ると、お、これですね。 Xperia といったらこのカメラのシャッターボタンでしょう。ざっとこんな感じですね。あとね、これです。これちょっと穴かなり小さいんですけども、ストラップホールがついております。裏側を見ると、先ほど言ったかっこいいロゴで、こちらもちろんお財布携帯にも対応しております。で、これフラッシュのライトに、これはカメラですね。ではね、ちょっと画面の方を開いてみましょうか。左上のこちらの電源を押してスタート。じゃーんとね、はい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 、いいえいいえ、あ、こんな感じですね。はいはい、なるほど。前私 Xperia の、アクロ持ってたからね、結構わかりますね。で、まあゴミはこんな感じで入れたりと、まず、上の画面はというと、こちらの方で、いろいろ切り替えができるようですね。で、これはバイブモードとも完全な、サウンドオフ、それが選べるようになっております。ほんでこちらの方から管理画面ですね。ほう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 。でですね、内部本体メモリーの方は 1.8GB、 十分ですね。これだけあればね、あんまアプリ入れすぎダメだけど、これだけあればもう十分サクサク動いてくれるでしょう。でですね、ちょっと特徴的なのが、ちょっといろいろアプリを開いてみて、よし、開いた開いた。でですね、いろいろ、バックグラウンドでアプリが動いてると思うんですけれども、そちらこちら右下のここを押すと、今動いてるやつが分かるようになります。で、これ今いらないだろうっていう時はね、このボタンピッとピッと、ほんでね、どんどん消去できるんですよ。はい、綺麗になりました。例えばね、こちらの方に、何かショートカット入れるときは長押しでプラスで、こちらの方に、いろいろございますので、なんかウィジェット適当に入れてみてください。例えば何入れよう、天気とか入れてみようかな。標準バージョン、お、天気が入りましたね。まあ、こんな感じで、いらないときはゴミにポイッと。ほんでね、他にもいろいろショートカットあるので、こちらの方から選んでいただければ、まあ、プレイリストとかね、いろいろショートカット選べるようになっております。アプリケーションの時はここからですね。なるほど。まあ結構、このアプリのね、なんかショートカットの入れやすさは向上しましたね。前のアクロよりだいぶ良くなってますね。やっぱこちらといったらね、カメラ機能です。普通ね、こういう私の持ってるね、これだ、 Galaxy S3、 こちらカメラのボタンないんですけども、こちら Xperia はあるんですよ。でね、なんとね、ここのボタンをね、ピッとちょっと押してあげると、そう、もうカメラモードに移るんですね。例えばね、ここにゾウさんいるでしょう。ほんで、まあ普通のやつだと、ここに押してピンと合わせてピッてやるわけですけども、やべ、間違えたっていう時に、これね、もう離すとね、シャッター切られてしまうんですよ。ああ、こっちで合わせたかったのにとか。でもね、これだとね、これ半押し。何度でも半押しでピント合わせれるんですね。なので、自分のこう決まった構図で、こうかな。ピッと。これだとね、何かコンデジ感覚でできるから、これ結構使いやすいです。このシャッターボタンっていうのは。撮った写真はというと、ちょっと見てみましょう。どうです？結構ね、
最近のスマホって画質すごくいいんですよ。こんだけスマホの画質が良くなると、コンデジが最近売り上げ低調になってるのもなんか訳が分かる気がします。これね、ストラップなんかちょっと細すぎると思ったら、どうもこうやってつけるみたいです。カバーをね、こちら裏取り外していただいて、でこちらですね、ここにそのまんま、お、つまりこういうことですね。わあ、いいですね、なんかスタイリッシュ。いやー、我が弟ながら結構いいもん買いましたね。ちょっと簡単でしたが、Xperia GX の紹介でした。弟がね、わざわざ送ってきてくれたので感謝の意を込めて、次回 Xperia GX、 これ弟にプレゼントっていうことで買いました。こちらのレビューをさせていただきます。では